エンターリリースをプレイしていきます。では魔女の森まで進めたのでこの先進んでいきたいと思います。あ、ここにあったんですね。ただこれセーブレート始めるときにそう幼樹の湖って書いてあるんですよね。なんで魔女の森だと思っていた区間はちょっと通り過ぎて気づいたら幼樹の湖まで来ていたようです。これ読みましょう。魔術協会の手引き。魔術協会について魔術師以外は立ち入ることができない。深淵の知識と魔術の求道者が集まる場所。魔術師たちが共同で設立した組織で白教とは協力関係にある。じゃあ協力関係にあるんですね。あ、まあ、そのまま繰り返しただけですけど。獣の討伐の要請にも応じ、支援も行います。加入条件は複数の魔術師の推薦状、魔術師である必要があってさらに推薦が必要である と、古代呪術などいくつかの禁忌魔術の研究と、教会での武器の使用、他国への情報漏洩がダメだそうです。教会での武器の使用、あ、教会内でのってことですかね。要するに教会内での戦闘行為を禁じるってことなんですかね。魔術教会、ちょっと待ってくださいね。あ、やっぱり、いやでも、いや間4つありますけど、これが果たしてそこのレストポイントから上に行ったところにある4つなのか、それともこのまだ青のところで取れていない4つなのかわかんないですけど、まあ一回こっち進めてみますか、このまま。はい、魔術教会と呼ばれる場所がここから下、湖の下、水没してしまっているようだが先に進むしかなさそうだと。はあ、え、じゃあやっぱり泳げるよ、おおお、泳げるようにならなきゃおかしいですよねっていうのと、あ、鎖に乗ることができるんですね、バランス感覚すごーっていうところですかね。じゃあ進んでいってみます。こっちに進んで、マップを見る限り左上下、つまりこの下と右側に道がある。まずはじゃあ左上行けるかだけ確認してみましょうか。まあ、多分この感じだといけないような気もするんですけどね。壺潰して、あ、なんか手に入りました。ここジャンプ、この木は乗れない。いや、これいけるかもしれないな。いけました。え、あ、し、でもまあまあまあいい、そうですね、ここ行き止まりなんで先ここを調べきっちゃっていいでしょう。左側行ってみましょう。じゃあまずはまあいろいろいるので、まずこの子をジャンプでかわ、あ、落ちてった。まあ仕方ないですね、そういう時もあります。この子は基本的に無視で、壺、あー、なるほど、それだけなわけないですよね。上登れます。キノコぐらいだったら全然倒せるはずで、進んでいって、あ、こっち正解か、いやどっち、いや、なんか右側にも広がってます。めっちゃめっちゃ進んでくるじゃん、怖っ。でこっち行って、多分これ左側行けますよね。違うか、あの上に乗ってか、こっちですか。でもそのためにはまずこの子を倒した方がいいですね。待って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 、あ、回復はした方がいい。え、ちょっと待ってください。え、ああ、今全然汚れ見てました。 HP は、ああ、でもギリ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 に余して、まあ回復した方が良かったんで、まあ良かったでしょう。味方、はい、え、なんでなんで壊せてないんですか。まあ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 、いや、よくないよくないです。シュッ、アブネスで、アグネスちゃん、オッケーです。倒しました。これをどんどん登っていくって感じですね。ツボータ、おお、ブブ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 ブ、なんで、怖すぎ怖すぎ、は、うわ、待って待って、ああ、ああ、回復します。はい、なるほど。じゃあこれグッて避けて当たって、無理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 、これ倒そう倒そう、痛い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 、え、なんかここだけ上に白いの出てますよね。これなんでしょう、なんかアクセスすることできます、いや出てない方が不思議なのか、いやちょっとわかんないです。一回スルーします。なんとか戻ってきました。この子はシーグリッドさんに倒してもらいましょう。
それが1番。1回飛び越えてシーグリッドさんを置いて離れます。で飛び越えてシーグリッドさんを置きます。飛び越えてシーグリッドさん、飛び越えて、飛び越えてシーグリッドさん、飛び越えてシーグリッドさん。もう倒せますか？あー、 OK です、 OK です、 OK です。まあ、ちょ、何回もは倒せないので引っかからないように気をつけたいですね。で進んできて上にもな、あ、ん、あ、ちょっと待ってください。あ、あ、ちょ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 、あ、崖の村の少年みたいな感じですね。え、でもこれ金の魔術師、え、もしかしたら遠距離攻撃の子かもしれないですね。それはそれはすごくありがたい。まずは、あ、でも2パターンしかないですね。普通のキノコさんと同じ攻撃しかしてこないのであれば、ちょっと待って、 でもそれはきつ い、 い、危ない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 。一回回復挟みましょう。パンパッ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 、で飛び越えてこっち来て切って、でどうせ後ろに現れるの でこっち向いてるときは毒放ってくる可能性があるので、離れるないしは何かしらしましょう。で一回距離置いてきました。で越えて、でトントントン離れて、もう倒される。 OK です。倒しきりましたね。レベルも上がってしまいました。でこれはもう少しで彼女に会えたのに、ん、どなたかに会いたかった魔術師さんですね。金の魔術師さん、汚れに侵されてしまった。なんとか浄化できました。毒性の霧を発生させ、霧に触れている敵の体力を時間をかけて減らす。霧によるダメージはガードされない。ほー、あー、まあ確かに戦うときはそっちの方が厄介ですけど、欲しかったのは飛ばす方でしたけど、まあ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 いいでしょう。魔術師は果ての国の外で様々なことを学び帰ってきたが、魔術協会で待つ、あ、恋人のもとにたどり着くことはできなかったと。悲しい魔術師さんでした。悲しいですね。やっぱりこの視力上がっているところと上がっていないところの差は気になります。これ読みましょう。恋人への手紙、愛する君へ。あ、これ金の魔術師さんが綴ったんでしょうね。君の手紙を読んですぐに帰りたくなったよ。旅に出てからの半年、外の世界を見て魔術協会では知ることのできなかった多くのことを学んだんだ。あ、待っている人も魔術師協会に入ってて、で協会で待ってる彼女っていうことですかね。灼熱のように燃える砂の大地や見たことのない動物たち、おお、とにかく話したいことがたくさんある。もうすぐ帰るから土産を楽しみにしていて、愛してるよ。ベルベルさんだったそうです。悲しいですね。回復しておきましょう。死んでしまう。ここ降りて大丈夫ですか？いや、不安だけど行ってみますか。なぜかというと、ここからじゃないといけないところもあるかなと思ってっていうところで、まあ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 、ここからじゃなければいけなかったこともないですけど、でもまあ降りてみて正解でしたね。まあその未来にかけて、ここは通れないのでこっち降りてでいいでしょう。それどれか、あー、壺じゃなくてよかった。本当にこの子たちは金怖いで、倒しましょう。ああー、これは確かに、その子は確かに届かないですね。わ、これ取りたいですけど、だからあそこが壊せないとお前取れないよっていう話ですね。またじゃあその時にこちらに伺いましょう。すぐなんでね、一回戻ってきました。で、スキルセットしておきたいと思います。これですね、水中でも発動できる、それは素晴らしい。なんとなくここシーグリッドさんと崖少年は似たような雰囲気を感じているので、ここをこうします。で、ここを、ちょっと待ってくださいね。優先順位としては今崖の村の少年結構気に入ってるので、こう入れておいて、こっち側にこうしておいたらいいですかね。まあここは変えなくていいのかな。1回 R を押した時にこう変わるんだなと思ったので、まあ剣はどっちでもあったら便利かなと思うので、このまま行きましょう。ここ左上行ったので今度こっちに進んでいきます。まあカラスさんはまあ一旦無視でいいでしょう。置いておいて、当たりそうな時にこう飛び込みみたいな気持ちでいければ良いのではないでしょうか。はい、 OK です。で、そこにカラスさんいますね。それはさすがに倒した方が早そう。うん、で、これ、右側がありますよね。ただ落ちるのはちょっといただけないので、ここ鎖ありましたので、こっち行きますか。いや、鎖下に道ありますよね。下行ってみましょう。
降りれます。なんか見たことない女王みたいな敵いますけど、多分登ってこれると信じて降りて、あーぱっ、危なかったです。いや食らってます。ジャンプして登ることはできる。 OK です。危なかったー。もう帰ってこれなかったら終わりでしたからね。飛び込んで、え、なんで食らってるの。よいしょ。それは聞いてない。あ、今の子あれですね、金の魔術師さんで倒せたかもしれないですね。ん、その壺って攻撃してきます。あーだ、いやもう壺わかんない。だからこの子と戦うときに毒撒き散らしてこうやってしとけば、あ、いいですねいいですねいいですね。あとはもう斬撃で倒しきれると思います。あ、あらららららら、じゃあ斬死もらいましょう。どっかでスキルまた強化してもいいかもしれないですね。戻ります。ここから落ちると、あ違う、右側に足場見えましたね。ってことはこの辺からジャンプして飛びつく。いや届かない。なんか二段ジャンプと同じで横ダッシュ的なスキルがどっかで手に入るんですかね。まあ、ちょっとそういうのがないとさすがに届かないような右の道でしたので、こっち左側行ってみますか。これは敵じゃない。よし OK です。もうあの子に会ってから一生怖い。こう降りて戻ってこれます。あ、全然戻ってこれる、全然いけますね。じゃあ多分大丈夫。え、いや、うん、無理だ。あ、え、あ、ん、あ、大失敗。え、あ、え、いけます。ああ、危なー危なー。なんかわかんないですけど戻ってこれました。よかったー。そこは乗れますか。あ、ギル乗れる。あー OK です。なんか、あ、はいはいはい、お守りのかけら、これは大事ですね。最大 HP も増すことができました。んーで、あー、敵敵敵敵敵。でも大丈夫ですよ、知ってます。その子はこう、あとは斬撃かましてあげれば OK です。これでそれ攻撃したら、あ、そうですよね、ここが取れるようになる。 OK です。じゃあちょっと、まあまあまあ戻ってくることはできたんでね、まあ下行っていいかなと思います。ここは下行ったら、いや無理だ、いや無理だ、え、戻ってこれない。いやでも進みじゃこっちしかないですか。仕方ない。いやでもまだあっちの上の道に行くっていう選択肢は確かにあるか。ここまで来といてあれなんですけど、戻れないところに行く恐怖がすごいので、借ります。フェストポイントからファストトラベルで分岐路に戻ります。幼樹湖、まあまあまあまで行ったんですけどね。その下がちょっともう戻る、おお馬さんが来て連れて行ってくれると、ちょっとあそこから戻れない可能性があるので上に行きましょう。こっち進んできます。一回スキルの強化していいのかなーっていうところで、いやーまあでもそこまで今、うーん、ちょ、前言ったように遠距離の効率のいい技が来た時にあげたいんですよね。なんでこっちの上行ってみましょう。敵、敵は倒しますよ。ういっ、おい、危ない。よいしょ。でもこっちの方が敵変わらないですね。下に行くとキノコさんが出てきましたけど、あ、まあでもそういう意味ではカラスはこっちだと、これが初見ですか。だとすると、いやでもやっぱりなんとなくこっちの方が正しい道だったんですかね。これ抜けられます。あ、そうですよね、壁じゃない。 OK です。ここまででダメージを受けること想定ですもんね。あ、じゃあ、うーん、こっちが正解の道だったような気もしますね。じゃあちょっと崖の村、あー、ここは村だったようだ。そうですよねそうですよね。なんならここの少年が少年に会ったことがあります。ビーン、なんで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 、普通こっちに向けて剣撃するでしょうか。なんで抜けたそっちに撃ってるんですか。あー OK です。弓の子も一緒に倒せました。この子降りてきます。降りては来ない。 OK です。じゃあこのまま切り刻みます。 OK です。で、あ、上上上上上上、あれは絶対行きたい。行けないの、え、行けないの。あー無理ですか、無理ですか、そうですか、なるほど。いた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 、うーん、なずい。 OK です、倒しました。あれはじゃあちょっとまだ届かないですかね。そうですよね、どこにも乗れないので、この残滓はまだ取れなさそうです。これこれ、え、なんで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 、え、壊してたと思ったんですよ。まずい。しゃがみます。で切ります。 OK です。
下に道があるはず。ここ下に降りるとかできます？ここはできない。あ、レベル上がった、レベル上がった。どれぐらいですか？59になってますね、攻撃力が。結構上がってしまっている。まあ仕方ないです、これに関してはもう仕方ないと思っておきましょう。あ、なんかあります。これは絶対取っておきましょう。お守りのかけらですね、大事ですね、とても大事です。この辺下に行くことはできないので、ここじゃないどこかでしょう。下に行く道は、この子はまずい、危ない。 OK です。これタレ壊せますか？壊しても、ああ、なんか入ってましたね。 OK です。これ弓矢さんはジャンプしてこれで倒しましょう。ここからこっちに飛ぶことって届かないか。じゃあ上登っていきます。あー、マカラスさんは無視した方がいいですか。で、戻ってくることはできそうですね、この子たち。うわー、いや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 、痛い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 、あったなー、危なかったです。でも急にあの狼走ってくることあるんで、ほんと狼だけは気をつけたいですね。あなたも急に走ってくるけど、あなたの方が速度が遅いので大丈夫です。で、まあその子がじゃあ切り刻んだ後に飛び移って、そんなことあります？痛い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 、もう、あ、ここが下が道ですか。でも帰ってこれなさそう、帰ってこれなさそう。ちょっと後にしますか。いやいや、うーん、そうですよね、帰ってこれないのはちょっと怖いので、後に回しましょう。ここはシュッと抜けて出します。なんか撃ってくるけど無視します。撃って、あ、痛い痛い、まずいまずいまずい、回復回復回復、ポンポンポポンポンポンポポンポンポン、痛いな。あれ、なんか上にいますね。あれは届きますか？これも届かない。え、3段ジャンプがあるってことですか？2段ジャンプ以上のジャンプ力、不思議ですね。しゃがんでおきましょう。向かっていって切ります。 OK、これどっか今、あれ？下に降りれるところあります？あ、ここが下に降りれるのか。上に登ることはできないので、ここで下に降りたらいいんですかね。敵、お、敵、お、切ったのを避けて、切って、で、ここはまあ真ん中抜けて、待って、え、おかしい、敵に向かっていくからそうなるんですよ。うわ、やってしまった。あ、レベルが上がってしまいましたけど、まあ、ここまで戻ってきました。OK です。ここじゃあ上がって、これ取って、ここまだ上上がっていけますね。お、ここに上がれるということは、どっかで下に降りれるとかいうこともなく、なんでもなかったです。じゃあこのまま右に進んでいきます。で、上がっていって、たらいいですか。敵がおりますが、まあ一回こうスルーしつつ、敵倒しつつ、見る限り、右側が正解なんで、まあ左側進んでいけばとりあえず行かなきゃいけないところは行けるんじゃないかという目算のもと進んでいきます。怖い、これはもう、よいしょ、うーん、間違えた、そうじゃないですね、こうですね、パン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 、強っ、パン、やばい、こういうこの対処は崖少年に頼みます。よいしょ、あー痛い、崖少年カラス邪魔カラス3体だと怖くないですけど、なんかと一瞬出てきた時の恐怖がやばいですね。はい、よいしょ、はい倒せました？倒せてはない。あと一撃で倒せるんで切りましょう。 OK です。はあ、まあ崖が一番妥当な対処かなと思います。今のところ下降りれますね。ただ上がってこれるか微妙、いや大丈夫だ、そこに、あ、いや下降りれなかったです、なんでもないです。進んでいきます。で、ここは、下に落ちる、そうですね、下に落ちるしかないですね。これ撃たれるのは下、しゃがんで避けて切って、うそん、せっかくここまで来たのに、これはまた壊すのがないとダメと。崖の少年で壊せないんですか。その、危ない、虫みたいなのはたかっているだけでこちらに影響はなしと。ここを調べることで、ジャンプじゃないです、調べることで OK です。ここ下降りて、ああなるほど、これは下を通ってきて最後それを取るっていう感じっぽいですね。じゃあちょっとこっちから下降りていってみますか。いけますか。何、すべて雨に溶けてしまった。ああ、残死取りましょう。
これ左側も何かあるんですけど、まああそこはまた後日後日。敵が多い。よいしょ。切ってくる。一回避けて、これこっちですね。こっち先に倒した方がきっと戦いやすいので、そうしましょう。一回避けて、月を見てこうして、OK です。倒し切りました。で、白ももらっちゃいましょう。あっちまたそうですね、床が壊せる子を見つけた時に向かいましょう。で右でいいのかな、これどう考えてもこのカラス倒しておくべきです。邪魔すぎる。 OK です。カラス倒せたら一回これをセットしてダメージ食らってもらって、へい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 っていうことをして、でその上でちょっとガケ君も食らってくれませんか。崖少年、崖少年、オッケーです。いや、まあ遠距離攻撃あると本当にありがたいですね。上の子は降りてきます？降りては来ない。じゃあジャンプして切り刻むと。ジャンプ、わあ最悪なタイミングでしたけど、なんとかなりました。で、ここ上に、このシャンデリア乗れるやつではない。滑り込んで、ちょっと待ってください。ここって下行って戻ってこれ、戻ってこれる。戻ってこれるし、なんなら宝物がある。ちょっと待ってください。あんな宝箱初めて見たんでね。一回降りて、二段ジャンプですね。いける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 。あのカラスだけが邪魔ですけど、降りて二段ジャンプ。OK でーす。開けてみましょう。はい、壊れたオルゴール。敵から受けるダメージを少し軽減する。これは装備しましょうね。戦いによって壊れ、音が途切れ、鳴り続けるオルゴール。果ての国に伝わる古い子守歌が流れているそうです。贈り物には、短いメッセージが添えられています。愛する我が子へ夢の中で会えますようにと綴られているそうです。でもこれ、戻れなくなってしまった可能性が高い。それは気をつけていたつもり。右に行ったら戻れる道があることを祈りましょう。どうにかしてね、頼みますよ。でもありそうですね。多分あると思います。まあこの子たちは一回、ペッペッペラス痛い。まあこう飛びかかってくる子たちは仕方ないでしょう。いや、だからこの子たちは一回スルーして、で上戻れるかどうかだけ確認させてください。迷い込んでしまったのか。で、待って、死ぬ。これ絶対近づいちゃダメです。回避行動で回避できると思ったら大間違い。怖かった。抜けます。で突きしたところを見計らって攻撃して倒します。OK です。こっちから行けますこれ。行けるんだ。よかった。ちゃんと行けましたね。じゃあこれで。カラスも倒しましょう。倒さなくて。でこの子たちは無視してこっち行きますか。下行く道ありました？ここか。また壊さないといけないところですね。じゃあ無理です。そこに小屋がある。休んでいこう。じゃあ休ませていただきましょう。先に休みますか一回ね。でうわこれ2ですか。でも最大 HP は増やしておきたいってことを考えると、いやでもちょっとわかんないですけど、壊れたオルゴールの力信じてみますか。じゃあ拾ってみます。読みます。聖堂教徒の手記です。果ての国では獣が現れて以降、聖堂教をはじめ様々な信仰は急速に廃れることになったそうです。人々は希望を求めて白巫女のもとに集まり、そこから人々の中で白教が広まったのだろうということです。さあこれが、それでもそうですね。じゃあ魔術教会よりこっちが先であってそうですけど、ここの3つはどこにあるんでしょうね。さて上、奥にも道がある。進んで見えるか。こっち右と、このだから村に行くみたいなことですよね。どっちがいいんでしょうね。奥にも道があるって言われたんで、先に奥の道行きますか。こっち覗いてみましょう。上に行くばかり。ちょっと右が分岐多いので、分岐少ないこっちから行きますね。そんな決め方でいいのかって感じで。雑扱いが雑。よいしょ。これは飛び越えて、
いやそんな決め方でいいのかって感じですけど、まあでもちょっとそれぐらいしか判断基準がないのでね、これ一回下降りてなんかこっちにないかを確認してないんかーい倒しまーす。 OK で OK じゃない、 OK じゃなかったですけど OK です。何もなかったのでこのまま上進んでいきましょう。この子は、うん、振り回しは本当に危険なんで近づかないのが一番です。でこっち進んでいきましょう。そこの椅子では休めないと。カラスは無視、無視はしてはいけないカラスさんですか。なるほどなるほど、その組み合わせ地獄なんですって。あーまあでも金の魔術師さんの力をお借りしましょう。金魔術師でそこでダメージを食らってもらいつつ下で隠れまー。ふいふいよっボン。えこの子降りてきます。いや、え嘘、来た。そこから降りれないでしょその太さだと。あっはっはっは、毒で倒しました。あーレベル上がってしまった。火力は62になりましたね。初期から比べて1桁10は上がりましたね。ムムムムムって感じです。まあ下に行くしかないのかな。まずは弓矢さんを倒して、でこの子ですね、これを避けて切り刻みます。 OK です。下もなんか振り回してる子いますね。どうしましょうか。どっちかに降りて、あ OK です、切ったのを見て切ります。これも壊しつつ、結構そのスキルの強化に使えるやつが手に入ってると思うので、なんかよいしょ、あ痛い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 、きつい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 。あカラスが単体だとどうってことないんですけど、他と戦うときにカラスいるの嫌です。宝箱取りたいですけど、ちょっと高さ的に無理か、ちょっと無理そう。ちょっと待って移動する。ここ入れます。うわでも うわ何をしたらいいかわからない。まずはこれなんかガシャーンしてみますか。下からいける。まあでもその上になんか敵っぽいのがいるので戦いたいとも思いつつ、戦いたい気持ちはないんですけど、戦いたいはちょっと間違いでしたね。うー怖い。まずは弓矢倒しましょう。で、すべきこととしては毒倒しました。 OK です。いや金の魔術師めちゃめちゃいいですね。わー上がってほしいな。あお守りのかけらも大事ですね。これ以上上はないのですか。ないっぽいですね。困ったな。ということはここを落ちろということですかね。いや左には行けない。左側にもなんか道があるように見えたんですけどね。この子は一回スルーしましょう。この子もスルーしましょう。この子もスルーしましょう。なんか赤いのは危ないでしょう。お助けください。白きうっばっ、もう何してんですか。ごめんなさい、もうごめんなさいごめんなさい。さすがにちょっと待って、散った。さすがに危険ですね。いやここはリリーさんの命はあくまでも優先しますよ。さすがにあの子たちをかばっていてっていうのでは、リリーさんに顔向けができないので、はい、あの子たちを倒すことも厭わない。なぜならよいしょ危ないリリーさんの命第一です。まあ白でも取るほどダメージ食らってませんよね。ほっぷ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 、まあ避けられる子は避けてあげましょう。あなるほどなるほど、ここでここのその盾の騎士と戦ったところに出ると、まあ、近道じゃあ近道、痛い、うん、じゃあちょっと宝物が取れないんですけど、この辺の高いところ行けないので、怖い、ちょ、はい、さっさとここ入りますか。おこれはもしかして、そうですよね、西の商人だそうです。いやこれはすごくでかいかもしれない。痛い、でかいかもしれないですよ。どうやって戦ったらいいんですか。えちょっと待って、向かってきてくれません。無理、いやこう、そう向かってきてくれないと高いところでは戦えないのですよこちらは。はっこう、痛い、届きますそこ。うわその攻撃届くんですよね。こう、いや下手な小細工しない方がいいですか。まあもう斬撃で決めてあげるのがいいでしょう。とこういうことですよ。やめて、すいません、ちょっとご利用しでしたけどね。はい、故郷の妻と娘にもう一度だけ会いたかったですね。浄化しましょう。西野商人さんを浄化してあげることができました。
はい、西の商人の魂を呼び出し追従させる、敵を見つけると遠隔攻撃で支援する。これいいんじゃないですか、これいいんじゃないですか。果ての国より西にあるという国から来た西の商人は外から物を仕入れて果ての国中を渡り歩き商売をしており、珍しいものを人に見せ喜ぶ姿を見ることにやりがいを感じていたが、こうやって亡くなってしまったと。悲しい話。ここマップ的には、あ、ここでもう何もないんですね。 OK です。まあ上にも行けないですしね。こっち行けばいいですか。 OK です、出れたようです。ちょっと宝箱の取り方は分かんなかったので一回このまま戻ります。そしてレストポイントでこれスキルセットしてみましょう。あーそう、あ、いやでも回数、え、50回、ちょいとチートすぎやしませんか。ここに入れましょう。今のところ金の魔術師さんもすごく使い勝手が良いので、これでちょっと使い勝手試して良さげであったらこのままちょっとレベル上げたいですね。飛ばしてみましょう。はい、え、痛い。ああ、でも結構攻撃してくれますね。あ、でその攻撃が1回なる、なるほど。で X を押すと、うん、返ってくると。これはレベル上げてもいいような気がするので、ちょっとカラスさん、カラスさんは失礼しました、ごめんなさい。西の商人さんのレベルを上げさせていただきたいと思います。あ、金の魔術師さんよりやっぱ先に見つける予定だったんですね。これ上げていきましょう。与える発射数が増える、これ偉いですね。で与えるダメージ上昇、あ、もう無理か。え、ちょっと待ってください、斬死か、え、 90はやばすぎ。え、2回目今何個使いました。あ、わかんないですけど、あ、まあ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 いいでしょう、いいでしょう。ちょっと脳死で上げようとしすぎたかもしれないですね。まあまあまあ、でもいいスキルを手に入れることができたと思います。ということで今回は幼児の湖から戻って、分岐路から崩れた小屋に行って、西の商人さんを浄化しました。ここまで見てくれてありがとうございます。